皆さんこんにちは、山塚春乃です。去年夏、日本中からボーイスカウトが集まって活動する日本ジャンボリーが山口木原浜で開催されました。来年は世界中のボーイスカウトが集まって活動する世界スカウトジャンボリーが開催されることをご存知ですか？このコーナーはボーイスカウトたちの活動をご紹介していきます。日本ボーイスカウト山口県連盟事務局長を務める上村隊長に伺います。春乃ちゃん、はい、何か気がつかないかな。なんか木とか石が人工的に置いてある気がするんですけど、何かのサインですか？うん、なかなか筋がいいよ。これはね、ボーイスカウトがハイキングの時に使う、例えば木とか石でね、こっから行っちゃダメよとか、この方向に行きなさいっていうのを指示する追跡サインっていうものなんですね。これバッテンっていうのは木であったり石であったりしても、もうこれがあったらこっから先へ進んではいけませんっていうことです。これが一番重要かもしれないよね。危険を防止するためにはダメですよっていうのを覚えておくこと。そして一番シンプルなのがこれ矢印、ブーチ分かりやすいね。これ矢印の方向に進みなさい。で、例えばこのサインなんかとっても面白いと思うんだけど、はい、この枝の方向に進みなさいっていう意味です。で、目的地が近い場合にはもっとこういうやり方、真ん中辺に置いてあって、目的地が近いですよ、この方向に行きなさい、目的地がまだ遠い場合にはこういうふうに置いてある。じゃあ紙に書いたりしなくても会話できますね。うん、ボーイスカウトの活動拠点っていうのはこういう野外だから、マジックとかボールペンとか紙なんかないわけだよね。だからハイキングする時でもこういう木とか石を使っていろんな楽しいハイキングをするわけですね。例えばこの面白い追跡サインがあるよね、はい、これはこの木の矢印の方向に進みなさいっていう意味なんだけど、はい、石が5つ置いてあるよね、はい、5歩進んこの方向に進んだら指令書がありますよっていう意味のサインなんですね。1、2、3、4、5ありました、指令書。しかもタヌキさんからの指令書。タヌキさん、読んでみます。読んでみましょう。タココ体じゅうたにほいたないにあるい。タヌキ、タを抜く。鋭い。ここからじゅうにほいないにある一番大きな木の根元を探せ。12歩以内って書いてあったからってことは結構近いね。近いですね、うん、これ近いところで高い木の根元か、根元にあるって書いてました。すごい宝物が多分あると思うよ。本当ですか、うん、おこの木は結構大きいですね。大きいよね。この背の高い大きな木の根元を探せ。あ、音がした。音がしました。おあ、出てきました。出てきました。おお、世界スカウトジャンボリーの帽子ですか？バッジとキーホルダー、キーホルダーもついてます。今日は楽しかったね。はい、追跡ハイクとても楽しかったです。うん、ボーイスカウトはああいう石ころとか枝を使っていろんなハイキングを楽しんでいます。春乃ちゃんもね、世界ジャンボリーに向けてもっともっといろんなことを勉強しましょう。はい、上村隊長、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。来年夏には山口木良良浜で世界スカウトジャンボリーが開催されます。皆さんもボーイスカウトの活動に注目してみてください。